聖パトリック斜め十字はイギリス政府によって北アイルランドを表すために使われることがある。ユニオンジャックは北アイルランドの一部の政府庁舎において指定日に掲げられる。ユニオンジャック中で北アイルランドは聖パトリック斜め十字で表されている。北アイルランド議会の旗、北アイルランドの旗では北アイルランドの現在及び過去の公式基礎の他の旗について記す。 北アイルランドは1972年に北アイルランド議会が停止し1973年に廃止されて以降政府が認定した独自の旗を有していない公式行事の際イギリス政府はユニオンフラッグを使用するユニオンフラッグはグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の公式機であり北アイルランド政府によって使用される唯一の旗である セイパトリック斜め十字は、イギリスのその他のカントリーと一緒に、北、アイルランドを表すために政府によって使用されることがあり、北アイルランド警察庁のバッジの中央部、装飾である。アルスターバナーは、ユニオニストや、北アイルランドの多数のスポーツ機関、ユニオニストの支配下にある一部の地方政府当局によって使用され続けている。セイパトリック斜め十字も、 アルスターバナーも北アイルランドの政府庁舎では掲げられていない。アルスターバナーアルスター地方九州の旗はアルスターバナーの元となっている。アルスターバナーは1953年から1972年まで北アイルランド政府を表すために使用された公式機であった。赤い手の旗あるいはアルスターフラッグとも呼ばれる。アルスターバナーは事実上の公用機であり、 その他のイギリスの旗と共通して、いかなる法定値も法律によって定められていなかった。1924年、北アイルランド政府は王室御用達許可証によって紋章を与えられ、旗あるいはバナーにこれらの紋章を掲示する権利を有していた。この権利は1953年の戴冠式のために使われた。1953年から1972年までの 間、この旗は北アイルランド政府の紋章でもあった。北アイルランド紛争が激化していた1972年に北アイルランド議会が停止され、1973年にイギリス政府によって解散されたのに伴って、旗は公的地位を失い、1998年のベルハスト合意で議会自治下復活して以降も、しかし現在でも、 国際レベルのスポーツにおいては、北、アイルランドを代表する旗として用いられることがある。この旗は、イングランドの旗及び、アルスター州の旗に基づいている。アルスター州の旗と同様に、中央にアルスターの赤い手が含まれている。星の頂点の数は北、アイルランドを形作る6つの州を表している。北アイルランドの公共団体による旗の形容には、 様々な慣例がある。2000年期制限令は、議事堂や州庁舎を含む規定された政府の建物は、規定された祝日にユニオンフラッグを形容することと定められている。また、イギリス君主が政府の建物を訪問する際には、王旗を形容するものとし、ユニオンフラッグを形容しても良いとされている。他国の国家元首が訪問する際には、 ユニオンフラッグ及び訪問者の国旗を掲揚してもよいとされている。日本の旗用ポールがある場所では、ヨーロッパの日にユニオンフラッグと共に欧州旗を掲揚しなければならない。また、明確に許可された旗を除いては、関連の建物に掲揚してはならないと定められている。北アイルランドのその他の公共団体に対しては、他の規制が存在する。北アイルランド警察庁による旗の使用は、 旗の形容に関連した法律は地方議会の建物には適用されず、地方議会は様々な関連に従って旗の形容を行っている。2004年ベルファスト市議会は旗の形容に関する調査を依頼した。ここでは多くの北アイルランドの地方政府によってユニオンフラッグと共にアルスターバナーが掲げられていると記されていた。 アイルランドの三色旗は統一アイルランドを支持する北、アイルランドのナショナリストによって掲げられる。北、アイルランドにおいて、ユニオニスト及びナショナリストコミュニティそれぞれの一部の者たちは政治的忠誠心を公表し、縄張りに印をつけるために旗を使用している。ユニオニストやロイヤリストは連合への支持や北、アイルランドへの忠誠を示すためにユニオンフラッグや アルスターバナーを形容する。ナショナリストや共和主義者は統一アイルランドへの支持を示すためにアイルランドの三色旗を掲げる。アイルランドの三色旗はカトリックとプロテスタントとの間の平和を象徴することを目的としている。スポーツにおいてはアルスターバナーがコモンウェルスゲームズの開会式において北アイルランドチームによって掲げられる。また、 サッカー北アイルランド代表のサポーターによっても定期的に掲げられている。1998年のベルファスト合意の後、旗は北アイルランドにおける不一致の源であり続けている。ベルファスト合意ではすべての参加者は公的目的に対するシンボルや気象の使用の配慮、そして特にこういったシンボルや気象が分断ではなく、相互尊重を促進するやり方で使われることを 保障するための新たな機関の必要性を認める。と記されている。ナショナリストは公的目的でのユニオンフラッグに使用は制限されなければならない。あるいは政府庁舎にはユニオンフラッグとともにアイルランド三色機が掲げられなければならない。と主張するためにこの部分を示す。権限が異常された北アイルランド政府におけるシンフェイン等の大臣らは それぞれの管轄する省庁の建物においてユニオンフラッグを形容しないよう指示した。しかしこの権限は上述したように2000年の畑清令のため大臣から取り上げられた。ベリファスト合意のすべての調印者は一致の原理の受諾をも宣言している。2011年のロイヤルエディンバラミリタリータトゥーにおいて掲げられた聖パトリック斜め十字四路に 赤色のサルタヤーからなるイパトリック旗は、イパトリック勲章において1783年から使用されていた。1800年合同法の後、新たなグレートブリテン及びアイルランド、連合王国におけるアイルランドを表すために、イパトリック十字が、グレートブリテン王国の全国旗に加えられた。イパトリック旗は北、アイルランドを表すために非公式に使用されることがある。 1986年、ロンドンへ国賓を迎えず、サイの政府の方針は、聖ジョージ十字、聖アンドルー十字、聖パトリック十字、ウェールズの竜の旗を掲げるというものであった。政府は、聖パトリック十字や、アルスターバナーではなく、ユニオンフラッグが、北アイルランドの旗であると明確にした。2008年、デビッド・マクナリーは、イングランドやスコットランド、 ウェールズのナンバープレートで許されている旗と同様に、北アイルランドのナンバープレートにおいても旗の使用が許されるべきであると提案した。2012年、エリザベス2世位、即位60周年式典におけるテムズ川、水上パレードの間、王室後座船グロリアーナは、北、アイルランドを示す聖パトリック十字を含む、イギリスの4つのホームネーションズを示す旗を掲げた。 ありがとうございます。